大丈夫、翔ちゃん。どうした？かゆい。かゆい？うん。最近調子悪いね。うん。どうなんだろう、そういう時ってやっぱ書かない方がいいのかな？かな。まあそうだね。うん。ジンマシンが最近っていうか、ここ何年もひどくって。うん。ちょっと顔も腫れちゃったりするからさ。うん、ねえ。今、ちょっと。いい？うん。ああ、死ね、ここ。うん。こんな感じで。そうなんだよ、俺。ちょっとひどくって。ね。ここ最近さ、うん、ほぼ毎晩出るよね。そうだね。うん。なんか、まあ、もともと肌は弱かったんだけど。うん。ずっとそれが、ひどくて。ね。それがね。かわいそう。動画が撮れないのね。そうなると、いつも、むずがゆ。確かに。なんか薬みたいなのはね、一応飲んだりはするんだけどね、うん、すぐに収まるわけじゃないもんね。ね。うん。なんかそれで、うん、なんか撮りたいなって思うときに、うん、ちょっと時間合わせて撮ろうとするんだけど、うん、なんかこの自慢心が出ちゃうせいで、自慢心がね、あの顔が腫れたりとかもするから、うん、なんかそれで撮影ができなかったりすることが、うん、最近多くなってきて、確かにめっちゃ悔しいね。うん。まあね、そうね。まあでも出ない時に撮影しなきゃいけないかなと思うし、うんうんうん、昼間だったらね、まだね、うん、出ないことも多いけど、ここが腫れたりとか、ああ、うん、なんかさ、出る時って全身に出ちゃうじゃん。全身出ちゃうね。うん、辛いね。そうだね。うん。まあでも、そうだね。仕方ないね。うん。何なんだろう。やっぱストレスとかなのかな。わからない。ストレス抱えてる？いや、わからん。だから、もし、俺のせい。違うよ、違うよ。あれ、なんか、もし、顔が、うん、若干今日、むくんでるなとか腫れてるなって時は、うん、ちょっと自慢心の可能性があるのよ。それはちょっと見逃して、うんうんうん、今後撮影してる時に。平気じゃないんだけど、でもまあ、うん、まあちょっと痒いんだけど、別に数時間経ったら治るから、うんうんうん、だね。ね、うん、ね、見てくれてる人たちにも、うん、の中にもさ、うん、やっぱ自慢心ね、出る人とかいると思うけど、うん、やっぱ辛いよね。辛い。痒いし。痒い。うん、顔が痒い。赤くなってきた。赤くなってきた。そうなんだよ、ね。だから、まあ、うん。あんまり、この寿命のことは、触れないで。触れないでって言い方あれだけど、うんうん、見逃して、あの、うん、もし、今日、顔腫れてるなって思うときは。うんうんうん。確かに。そう。あとさ、うん、翔ちゃん、もともと、うん、なんか、若い時からって言ってたけどさ、うん、粉瘤とかもできやすいじゃん。ああ、俺は、できやすいね。うん。なんか俺と付き合い始めてからもさ、うん、もう何回も皮膚科に行ってね。そうだね。撮ってもらったりしてるもんね。うん。うん、そうだね。なんかまあ、うん、見てる方はもう十分わかってると思うけど、俺肌がめちゃめちゃ綺麗ってか、弱く、うん、肌が弱くって、もともとね。だからあんまりね、うん、ちょっと皮膚が弱いみたい、ずっと。ね。うん。なんだろうね。でもここ最近はね、粉瘤の方はそこまで、出ることはないけどさ、うん、やっぱ、ジンマシンがね、うん、ここ数ヶ月じゃない？なんかひどく出始めたの。そうなんだよ。うん、なんでかわかんない。ね、どうなんだろう？季節の変わり目とかのやつもあるのかな？何年か前は毎日なってたんだけど、それがまあ、最近も毎日なり始めた。ね。まあ、薬飲むしかないかな。ね。だってさ、多分病院に行ったところでさ、うん、あ、まあ病院に行って見てもらうのも大事だけどさ、うん、やっぱ薬もらってね、うん、それで抑えるしかないもんね、きっとね。うんうん、まああんまりね、ストレス溜めないように。オッケー。してもらえたら。オッケー。俺も頑張ってストレスかけないようにするじゃん。大丈夫だよ。うん。ね。うん。そうね。うん。あとあれかもね、ここ最近のずっとさ、なんか、家にこもってることが多いからさ、うんうんうん、もしかしたらそういうのもね、ちょっとストレスになってたのかもしれないよね。うんうんうん、旅行とかにも行けないしさ、羽伸ばしたりとかさ。そうだね。ね、うん、外食とかもね、なかなかできない時期が続いてたしね。うん。うん、今もなんだかんだでね、やっぱ怖いじゃん。そうだね、行けないね。行けないよね。
大丈夫？うん。うん、かわいいの。ああ、赤くなってる。かわいい。はい。というわけで、うん、僕の、まあ、報告でした。と言いますかね。うんうんうん。はい。普通は元気。ね。夜ね、うん、出始めた時だけちょっと、かわいそうになるけど。うん。うん、癒してあげる。ありがとう。うん、じゃあ、ちょっと、翔ちゃんをいたわりながら、うん、今日の夜はゆっくりしたいと思います。はい、じゃあ、またねー。